どうもこの動画では、まあ、平本蓮を中心とした、まあ、スーパーライジン3が終わってからの一連のドーピング疑惑騒動について私の考えをねまとめていこうかなと思います、まあ、これまで動画でほぼほぼ話してなかったと思うんですよね一回だけ話したんかな、まあ、みんながちょっと記憶から忘れてるであろう金子昭弘のねなんか暴行、まあ、したんじゃないかみたいなあの疑惑があった日かな にに一緒になんか話して要はその時もまだ証拠というか金子明宏の件に関しては、えー、被害者とされる人が被害届を一応出してるんでだそこからそれは司法が判断することだって話をしてで平本蓮の方に関しては証拠がまだ出そろってない要は検査結果もまだで出ていないのに話してもしょうがねえだろっていうことをね一応言っていてで今回その雷人 要はオフィシャルからその検査結果の公表と、まあ、今後どうしていくかって話がなされたんでなのでこの一連の話について、まあ、私なりの考えをねまとめていこうかなとそう思った次第で、まあ、一応ね格闘技に関する YouTube チャンネルをやっていてで雷神の話題もまあかなり取り上げてるわけなんでノータッチってのもね、まあ、いかんだろうっていうことがあってただでも真偽不明の状態でバンバン動画上げるみたいな ちょっと私のポリシー的にというか、うん、てかね、基本やっぱ疑いの目があるんで、証拠がないことに対して、あんまりアーダコード言いたくなかったっていうのがあったんで、でも今回そのオフィシャルからの、ね、発表もあったんで、話そうかなっていうところで。で、そのね、平本蓮の、まあ、ドーピング疑惑騒動の、まあ、事実ベースの羅列でいきますと、まずはスーパーライジン3。 7月28日だったかなそれの試合後からまあちらほらドーピング疑惑がまず流れてましたよね。なんならまあ試合前とかもね平本蓮の肉体の仕上がりがあまりにも凄まじかったんで、まあ、ちょっと何かおかしいんじゃねみたいなのは上がっていた記憶があってまあでもね試合前はそらそんなんね疑わないというかあんまり日本人というかね何て言うのドーピングってやっぱ海外勢がやるものだろうみたいな。 そういうのが日本人の中ではちょっとあるわけなんで、そこまで別に疑ってる声はなかったかなと思うんですけど、試合後から、まあ、特にライジンファイターの太田忍とか、須田里夫剛が、ドーピングに関する発信をね、SNS で行っていて、二、まあ、人とも平本蓮の名前を出していたわけではないと思うんですけど、当初は。でも明らかにまあ平本蓮のことを言ってるんだろうって感じで、どんどんその疑惑が色濃くなっていったと。 で、その中で8月20日ですかね。その平本蓮のドーピング疑惑に関する何かしらの情報が SNS にアップされるみたいな。で、それを知ってる格闘家たちは何人かいたみたいですよね。ヤーマンとかもね、なんかそれが発表される前に事前になんか反応してたんで、なんかそういう情報が出回ってたんでしょうね。まあ、その時点ちょっとおかしいなと思ったんですけどね、まず。で、まあ実際出てきた情報は、まあ平本蓮と、 まあ音声を編集しているとある人物がドーピングの接種に関する通話をしている内容が復活の日本っていうね、X アカウントから発信されたと。で、後にそれのね、相手が赤沢幸則であることが判明するんですけど、まあ実際にね、それがちゃんと判明したのが8月28日か。その赤沢本人が告発文を X にあげて、まあ音声の相手は自分で、 で、自分が平本蓮にドーピング剤を渡す仲介をしたってことを述べてましたよね。で、その告発に至った背景としては、両親の葛飾だって書いてて、うさんくさっていうのが、まず見て思ったことなんですけど、ただでもやっぱ平本蓮のその肉体の代わりを、まあ明らかに変わってはいたと思うんで、まあそういう疑惑も相まって、まあいろいろね騒ぎ立てる人が、これでまた一気に増えて、みたいな感じで、で、そっから翌日の8月29日か、 その赤澤幸則がまた X で投稿して、えー、そのドーピングのメールでのやり取りかな。だから実際に仕入れ先みたいなもんですかね。そこのやり取りと、あとは平本蓮からの振り込み履歴。そのメールに記載されている金額と平本蓮からの振り込みの金額が同じだっていう、それが証拠だっていう名目で、まあ、X には投稿したと。そういう感じでしたよね。 だからその音声と振り込みの履歴、まあ、この2つですよね平本蓮がその疑惑ものすごい疑惑を持たれるようになってしまったのはでこれをねまあ証拠だと思ってるような人たちもいると思うんですけど、まあ、私はこれは証拠だとは別に思わないですけど、うん、証言であって証拠ではないいくらでも改ざんできるものなんで、まあ、どっちも真理不明ですしで結局検査結果が全てだと思うんで まあその段階でね、騒ぎ立てるのもしょうがないんで、ほぼ何にも言ってなかったんですけど、まあ、SNS を見るとね、世の中の人間はどうやらそうじゃないみたいで、もう平本が黒だみたいな言ってる人たちが多数いましたよね。まあ、某格闘技系 YouTuber しかり、朝倉三来周りのね、なんでしょう、ブレイキングダウンのまあちょっと痛い大人たちしかり、もう完全に平本が黒だっていう感じでみんな騒ぎ立てていて、でそこから、 何日後か後 ?9 月2日かな平本蓮が弁護士2人を伴って会見を行ったと。で、そこで自身のね、潔白を証言した。その赤沢から入手したのはサプリメントだと。ドーピング剤ではないっていう認識を平本蓮は持っていて。ただでも、風邪薬とか、まあ、そんなちょっとした漢方薬とかでもドーピングには引っかかるから、使用しない方がいいと。知人に言われて、まあ、実際は使用しなかったと。じゃあ、あの電話の音声は 何なんだっていうとその赤澤からもらったわけでもらったというかまあ入手、まあ、購入してるのか購入したわけで使っていないのは申し訳ないから電話で話を合わせたみたいなことを言っていて、まあ、でも確かにね通話内容的にその赤澤の方が無理やりなんかこう平本蓮がそのドーピング剤を使ってるようななんか誘導するような感じの電話にも聞こえたんで、まあ、そこはね確かにそういう言い回しをすることもあるんじゃないかなっていうのは考えられはしますよね。 なんかもっと身近な例で考えると何ですかね。友人からお土産をもらってまあ食べ物のお土産をもらってでも自分は実際その食べ物があんま好きじゃなくてで食べて美味しかったみたいなこと聞かれてああ美味しかったですよみたいなそうだよねみたいなああいうこういう味付けがしてあってこういう感じのところがねこの食べ物いいよねみたいに言われてああ僕もそう思いますねみたいな感じで合わせることってまあ,あると思うんでまあない話ではないのかなっていうところ。 ただそっからのね何だったっけ右膝の靭帯損傷平本ンがしてでその時にフィジカルトレーナーにどうしたらいいのかって聞いたところ、まあ、何かしらの注射を勧められてそれを自分で数回打ったって話をしていてでフィジカルトレーナーによるとその注射ってのはドーピング検査は問題ないって話があるんですけど、まあ、日本の中での医療行為において自分で注射打つってのは基本的に考えられないことなんで。 まあそこはちょっと怪しいなってのはありますよね正直で一方ドーピングするような人たちまあ日本だとボディービルダーとかえー、なんかねプロのボディービルダーになるような人たちってもうステロイドありきみたいな感じじゃないですか正直でそういう人たちは自分で多分注射打ったりとかするんでそういう点でちょっとやっぱ怪しいなっていう部分はどうしてもあるよねっていうのはありますよねただそれもその検査にかかるようなドーピングなのかはわからないっていうところなんでもうこれも難しいっすよね 実際のところでもこれはすごい怪しい部分ではありますよね本当に。でだからその平本蓮からでも結果としてはそのドーピングについて教えてほしいとかそういうことを頼んだっていう事実は一切ないっていうのが、まあ、彼の発言でもう実際そのドーピングの検査結果もね白だったわけですし、まあ、後にライジンの発表でわかる話なんですけどだからこそ,その現状その平本蓮が。 問題のある物質を摂取したかっていう証拠は結果としてないわけですよねで。この9月2日のと9月5日ですよね。まあ、ライジンからオフィシャルの検査結果が出て、まあ、浅倉未来も平本蓮も両者陰性だったと。まあ、でも、ライジンが行ってるのは尿検査のみで、しかも行うのは試合当日のみなんで、それはまあ、うまいようにやれば、すり抜ける方法はあるかもしれないんですけど、でも、それは平本蓮だけに限った話じゃなくて。 じゃあ、朝倉美来がやってないっていう証明もまあ別にできないわけじゃないですか。もちろんやってないとは思いますよ。やってないと思いますけど、やってない証明ってなかなかできないと思うんですよね。悪魔の証明というか。で、実際これまでね、ライジンのそのドーピング検査に引っかかった選手たちもまあ何人かいるわけで、木村実はね、明確に公表されちゃいましたけど、まあ、それまで公表されてない中でやった選手もいるとのことなんで、まあ、実際のところどうなのかわかんないですけど、 だから言えることとしては、ライジンの現在の,その検査のレ,レギュレーションにおいては、平本怜音はもう白だったっていうことでしかないですよね。ただ、これでもうそれでいいよねって話になるんではなく、今後はそのドーピング規定と、ドーピングポリシーを改定するっていうのを会見の中で言ってて、まあ、抜き打ちとか、血液検査もやっていくと。で、これはライジンだけじゃなくて、日本国内、さまざまな団体にも協力してもらうと。 それはまあ、ライジンがフェデレーション構想を取ってるからですよね。いろんな団体からいろんな選手に来てもらって、試合をしてもらうわけなんで。じゃあ、そこの団体にいるときに、バンバンドーピングされても困るよねって話があるんで、そういう協力体制を今後は作っていくっていうことを言ってましたよね。もちろん、USC とか、宇佐田と提携した PFL ほどちゃんとはできないでしょうけど、まあ、ちょっとずつ変えていくって意思表示をしたのはいいんじゃないかなと。ただ、その一方で、ドーピングをしてもね、 今後なんか再起のチャンスを与えるっていう部分も出しちゃってたんでそこはどうなんかなってのはありますよね追放はしないっていうあくまで再起のバー絶対与えるっていうスタンスなのはまあいい面でもあるんですけど悪い面でもありますよねだからこそねライジンはライアン・ガルシアも使うわけなんでどこまでねそれを厳しくできるのかって話はありますよね今やってないからといってじゃあ前やってたやつはいいのかって話になるんで どううなんだろうねそこは難しいっすよね。一回やったやつはもう一生ダメなのかっていうところで言うとね、どうなんだろうな。まだ、あ、USC でもね、まあ、ジョン・ジョーンズとか TJ ・ディラショとかもね、実際ドーピングの検査引っかかってることもありますけど、まだ、あ、出てきてるもんね。なんかそのサスペンドというか、どれぐらいの,その試合出れない期間を作るのかみたいな話とかも、おそらく今後変えていくんでしょうね。半年はさすがに短いと思うんで、まあ年単位。 で、試合出れない期間作るみたいなことはやっていくんじゃないですかねっていう。だから結果として、今回のその平本蓮のドーピング疑惑に関しては、しろとしか言えないんじゃないかなって、私は思いますけどね。じゃあ実際に平本蓮が何をやったのかって言える人は存在しないわけじゃないですか。で、そのね、なんかドーピングの疑いの目を向けるのは別にいいと思うんですけど、証明しないといけないのはこっちですからね、平本がやったんだっていう。 平本蓮が自らやってないっていう証明は、来人の検査でもう担保されてるわけなんで、今後も平本蓮に疑惑の命を向ける人は、自分たちでじゃあなんとか頑張ってそれを証明するようにしたらっていう話になりますよね、こうなってくると。少なくとも平本側にそれをする義務はないのかなっていう、彼はその現状の来人の,の規定の中でちゃんとそれをクリアして、で試合を行って勝利を得てるわけなんで。 ただ今後はそれが厳しくなっていくんで、また何か引っかかるかもしれない。それは分かんないですけど、まあ現状はね、平本蓮が朝倉未来に買ったっていう、そのレコードは変わることはないっていうのが結論として落ち着いたんじゃないかな。っていうふうに思いましたね。ただもちろん私もね、まあバカじゃないんで、ちょっと怪しいなと思いますよ。特に自分で注射打ったっていうくだりは、どう考えてもおかしいなと思うんですけど、あとその、赤沢から入手したサプリメント、それが本当にじゃあ使わずに置いてるのかも、 まあそれは平本蓮にしかわからないんでその2点は、まあ、確かにずっと疑惑としては残るけどでもねそれ以上になんか赤澤幸則の告発の方が私は結構違和感を感じる部分が多くてまず両親の呵責うんそれに苛まれて今回告発をしたっていうのが、まあ、明らかに嘘じゃないですか本当にそう思うならこれまでじゃあお前がねドーピングした上でぶっ倒してきた選手に対する謝罪が最初にないとおかしいだろうっていう で、その謝罪に伴って、そのダメージを与えたわけなんで、何かしらの損害賠償とかするみたいな、そういう発信を一切赤澤幸則はしてないですよね。それがまずおかしいですよね。ぶっ倒れた朝倉未来と悲しんでいる朝倉未来のファンを見て、申し訳ないと思ったみたいな。いや、そんな思うやつが、これまでのうのうとよく生きてこれたなって思うんで、それはまず絶対嘘だと思うんですよね。で、あとあの文章。 明らかに朝倉みくるにすごい寄り添った文章ですよね。それがおかしいですよね、まず。そんな別にだって朝倉みくると関係性があったわけではないじゃないですか、赤澤幸則って。ってか、完全に平本蓮の名優としてね、これまでセコンドにもついてきたわけなんで、そんな朝倉みくるに馴染みがない中で、なぜあんな告発文の内容になるのか、ちょっと私には理解できないですよね。だから、赤澤幸則が何なんだろうっていうふうに、ちょっと私はどそっちの方が割と気がかりですけどね。 彼が一体何なのかっていう行動動機とかなぜそういう行動に至ったのか本当によく分かんないなっていうであの文章を見る限り赤澤幸き本人だけで書いたようにも見えないしまあもちろん誰かに見てもらってあの文章を発信するのはいいと思うんですけどじゃあそれを見てるのは誰なんだっていうところ誰に促されてあの文章を鬱に至ったのかそれがすごい気になりますよね本当にだから私は平本蓮よりもね 赤澤幸きを調査してほしいですけどねやつがどうなってるのかっていう生きてるよねまず赤澤幸き大丈夫あれゴーストライター説ないあの X の投稿もうすでに赤澤幸きはこの世から消えていて別の人間がね X に投稿してるみたいなそんな怖いおちやめてようんでもなんかね今回のこの雷神のまあオフィシャルの会見で綺麗さっぱり終わりとはどうしても思えないってのはまた事実ですよね まあでもね別に今回のオフィシャルの公表によって私は別にフラットに見れますけどね今後はただいろいろと気になる部分もあるんでそこら辺がね今後クリアになっていけばいいかなっていうその平本蓮の注射したっていうのとあとサプリメント本当にねサプリメントというかドーピング剤というか本当にノータッチなのかっていうところで赤澤幸則の告発に関してはあれは本当に本人がやってるのかっていうところとなぜそんな急に 人間的な考え方が変わっったのかっていう平気でドーピングをするようなやつがなぜじゃあ朝倉未来戦平本蓮が使ったんだとしたらその使ったことによって、まあ、朝倉未来をぶっ飛ばしたと、うん、ぶっ飛ばしたからといってなぜ急にそんな枯渇する気になったのかそれが結局わからないんでまあでもね気がかりではあるんですけど今後はだから雷神が、まあ、中心となっていろいろと変えていくってことは明言してくれたんでまあファンとしてはねそれを見守っていくしかないんじゃないかな。 結局、クリーンな戦いを見たいんだったらもう USC だけ見ればいいし、まあ、ライジンが疑わしいんだったらもうそれは見ないっていう判断をするのはファン自身なんで、まあ自分たちが見るものはね、自分たちで判断すればいいと思うんで、まあ私は今後もライジン見ますし、USC も見るし、PFL も見るし、ワンも見るし、日本のね、国内団体の試合も、まあ全部見るけどね。はい、じゃあ終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。